私の一押しなコーディネートはこの合わせですね。めっちゃシンプルだけどプリーツがちゃんとめっちゃ綺麗なんですよ。そして T シャツもね、女性の体のラインが綺麗に見えるラインが分かってるというか、シンプルやけどやっぱ形が綺麗とか生地がしっかりしてないと、こういうシンプルな T シャツってもう一回着て終わりみたいになっちゃうから、このしっかりした素材の T シャツにちょっとこういうボーダーのトップスとかを腰巻きして履くのが今年っぽいなって思います。ノッテ FM さんはなんか私が撮影で来て感じたのが、あの何やろな、デイリー使いで普段から使える例えばスウェットとか、あのガウチパンツとかそういう旬なものとかも全部取り入れつつ、あの日常的にすごい使いやすいアイテムが多いんですよ。やけどその中でなんか例えばスウェットのパーカーの部分だけサテンが入ってたりとか、そのデイリーアイテムのちょっと何やろな、他にはない部分が足されてたりとか、デイリーアイテムやけどちょっと他の人とは違うよみたいなところで差別化できるブランドさやなって思ったから、すごいあの使いやすいですね。デイリーにも使えるし、ちょっとなんかあ今日はすごいおしゃれしていこうって時も、えなんでそれフードだけサテンやん、かわいいって絶対なるから、そういうなんか細かいところをこだわってるブランドさやから、すごいあの見てて着てて楽しかったです。どうも改めましてイズです。今回 NotFM さんでいっぱい撮影してもらって、いっぱい可愛い洋服をね見せてもらって着せてもらったんやけど、なんとこれからコラボが始まるかもしれないんですということで、これからこのサイト内で私のコラボするお洋服が見れる日がきっと近そうなので、ぜひこれからもチェックしてみてください。イズでした。